皆さんこんにちは。今日も元気にみんなのタッピー体操をしましょう。この体操はストレッチ体操と筋力アップ運動の2部構成になっています。体操を行う際には次のことに気をつけてください。1つ、軽い負荷で数を数えながらゆっくり行いましょう。2つ、息を止めずに行いましょう。3つ、運動の頻度は週2回程度でも効果があります。4つ、痛みや違和感があったらすぐに中止し様子を見ましょう。5つ、水分をこまめにとりましょう。6つ、筋力アップ運動の時はタオルをご用意ください。さあ、それではストレッチ体操から始めましょう。ストレッチ体操は姿勢を整え、関節を動かすイメージで行ってください。まずは肩の上げ下げです。肩の先が耳にくっつくようにゆっくり上げてゆっくり下ろします。これを5回繰り返しましょう。3、はい、次は肩回しです。両手の指先を肩に乗せ、8つ数えながら痛くない範囲でゆっくり肩を回します。まずは前回しから5回行いましょう。3、はい、次は後ろ回しです。同じように両手の指先を肩に乗せ、痛くない範囲で大きくゆっくり肩を5回回しましょう。3、はい、次は背中を伸ばし胸を張る体操です。まず1、2、3、4で腕を後ろに引き、しっかりと胸を張ります。次に5、6、7、8で背中を丸めながら両手を前に突き出します。この時背中がしっかりと伸びていることを意識してください。これを5回繰り返しましょう。
三四五六七八三二三四五六七八四二三四五六七八五二三四五六七八。次は脇腹を伸ばす体操です。まず背筋を伸ばし、片腕を真上に上げます。 1,2,3,4 で脇腹が伸びるように反対側へ傾け、 5,6,7,8 で戻します。上げていない手は腰や椅子に置いてください。これは左右交互に2回ずつ行いましょう。三、はい。一、二、三、四、五、六、七、八。次は反対側の手を上に上げます。三、はい。一、二、三、四、五、六、七、八。次は反対側の手を上げます。三、はい。二、二、三、四、五、六、七、八。次は反対側の手を上げます。三、はい。二、二、三、四、五、六、七、八。次はお尻の筋肉を伸ばします。片足を両腕で抱え、胸元に引き寄せて8つ数えます。自分の膝が曲がる範囲で行ってください。左右交互に2回ずつ行いましょう。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8。足を変えましょう。三、はい。一、二、三、四、五、六、七、八。足を変えましょう。三、はい。二、二、三、四、五、六、七、八。足を変えましょう。三、はい。二、二、三、四、五、六、七、八。次は膝の裏側を伸ばします。片側の膝を伸ばし、つま先を自分の方に向けて、背筋を伸ばしたまま、体を前へ倒して8つ数えます。足を入れ替えて、交互に2回ずつ行いましょう。三、はい。一、二、三、四、五、六、七、八。足を変えましょう。三、はい。一、二、三、四、五、六、七、八。足を変えましょう。三、はい。二、二、三、四、五、六、七、八。足を変えましょう。三、はい。二、二、三、四、五、六、七、八。だいぶ体がほぐれてきましたか？あともう少しです。頑張りましょう。
次は足踏みをします。座ったまま両手を振って軽めに足踏みを20回しましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。次は膝の曲げ伸ばしです。座ったままかかとを前後に軽く出しステップを踏みます。左右交互に20回行いましょう。3、はい、1、2、3、4、15、16、17、18、19、20。最後はふくらはぎを伸ばします。このストレッチは立って行います。立ち上がり椅子の後ろ側へ回ってください。ふらつかないように軽く背もたれにつかまったら、両足のつま先を正面に向けて片足を後ろに引きます。後ろ足のかかとをつけたまま前の足の膝を曲げます。後ろのふくらはぎが伸びているのを意識して8つ数えます。左右交互に2回ずつ行いましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。足を変えましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。足を変えましょう。3、はい、2、2、3、4、5、6、7、8。足を変えましょう。3、はい、2、2、3、4、5、6、7、8。お疲れ様でした。これでみんなのタッピー体操ストレッチ編を終わります。それでは座って行う筋力アップ運動を始めます。最初の方でタオルを使いますのでお手元にご用意ください。まず肩周りを鍛えます。タオルを肩幅程度に両手で持ち、1、2、3、4で頭の上まで腕を上げ、5、6、7、8で前に戻します。腕を戻したとき、下まで下げず、前で止めるのがポイントです。これを5回繰り返しましょう。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4。5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。次はお腹周りを鍛えます。タオルを持った両手を前へ伸ばし、1、2、3、4
て腰をねじりながら横を向き、5、6、7、8で前に戻します。左右交互に各5回行いましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。タオルを使った上半身の運動はこれでおしまいになります。次は下半身に行きましょう。まずふくらはぎを鍛えます。両足同時に 1、2、3、4 でかかとを上げたら 5、6、7、8 でゆっくり元に戻します。これを10回繰り返しましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。次はすね回りを鍛えます。両足同時に 1、2、3、4 でつま先を上げたら 5、6、7、8 で元に戻します。これを10回繰り返しましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。次は太もも前側を鍛えます。まず背もたれから背中を離し背筋を伸ばしましょう。
1,2,3,4 で片方の膝をまっすぐ伸ばし、5,6,7,8 で元に戻します。膝を伸ばした時、つま先を自分の方に向けることで太もも前側の筋肉をしっかりと使うことができます。これを左右交互に5回ずつ行いましょう。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8 次は股関節周辺を鍛えます。膝を曲げたまま 1,2,3,4 で片側の太ももを上げ、5,6,7,8 で下ろします。両手を腰に置いて左右交互に5回ずつ行いましょう。3、はい。 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8 筋力アップ運動もあと少しです。頑張りましょう。次はお腹を鍛えます。両手を椅子の座面に置き、膝を曲げたまま 1,2,3,4 で両足を上げ、5,6,7,8 で下ろします。これを5回繰り返しましょう。3、はい。 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8 最後は太ももとお尻を鍛えます。背筋を伸ばし、足を肩幅に開きます。両腕を組んだら 1,2,3,4 で立ち上がり、 5,6,7,8 で座ります。これを5回繰り返しましょう。3、はい。 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8
お疲れ様でした。これでみんなのタッピー体操、筋力アップ運動を終わります。次は立った状態で行う筋力アップ運動上級編です。無理せず行いましょう。最初の方でタオルを使いますのでお手元にご用意ください。まず肩周りを鍛えます。タオルを肩幅程度に両手で持ち、1、2、3、4で頭の上まで腕を上げ、5、6、7、8で前に戻します。腕を戻した時、下まで下げず前で止めるのがポイントです。これを5回繰り返しましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。次はお腹周りを鍛えます。タオルを持った両手を前へ伸ばし、1、2、3、4で腰をねじりながら横を向き、5、6、7、8で前に戻します。左右交互に各5回行いましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。タオルを使った上半身の運動はこれでおしまいになります。次は下半身に行きましょう。まずふくらはぎを鍛えます。両手を軽く椅子の背もたれに置き、両足同時に1、2、3、4でかかとを上げ、5、6、7、8で元に戻します。これを5回繰り返しましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。次は太ももとお尻を鍛えるためスクワットをします。両手は軽く椅子の背もたれに置いたまま、足を肩幅に開き、
つま先を正面に向けます。 1,2,3,4 でお尻を突き出すように腰を落とし、 5,6,7,8 で立ち上がります。腰を落とした際に膝がつま先より前に出ないように気をつけてください。それでは10回繰り返しましょう。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8 6,2,3,4,5,6,7,8 7,2,3,4,5,6,7,8 8,2,3,4,5,6,7,8 9,2,3,4,5,6,7,8 12,3,4,5,6,7,8 次は股関節周辺を鍛えます。体を横向きにし、片手で軽く背もたれをつかみます。 1,2,3,4 で片足を90度くらいまで上げ、 5,6,7,8 で下ろします。左右交互に各5回行いましょう。3、はい。 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8 もう少しです。頑張りましょう。次はお尻を鍛えるために足を後ろに上げます。まずは体を前向きに戻したら、両手を椅子の背もたれに軽く置きます。 1,2,3,4 で片足を後ろに上げ、 5,6,7,8 で元に戻します。足を上げた時、少し前のめりの姿勢をとりますが、あまりかがみすぎないように気をつけてください。これを左右交互に各5回行いましょう。3、はい。 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8 5,2,3,4,5,6,7,8
らにお尻周りを鍛えるために今度は足を真横に上げます。両手を軽く椅子の背もたれに置き、まっすぐ立ったまま1、2、3、4で片足を真横に引き上げ、5、6、7、8で元に戻します。足を上げた時、つま先が正面を向いているように気をつけてください。これも左右交互に各5回行いましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。最後はバランス力をアップしましょう。体を横向きにしたら背筋を伸ばし片足立ちをします。足の上げ方は自由です。姿勢が安定しない方は椅子につかまって行ってください。片足を上げて30数えたら足を変えて行いましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。足を変えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。お疲れ様でした。これでみんなのタッピー体操筋力アップ運動上級編を終わります。